はい、こんにちは。花のワールドカップチャンピオン、村松文彦のフラワーレッスン。いろんな方から、問い合わせいただきまして、それでね、パステル調の花束を作ってもらいたいなんていうことで、それじゃあ今日はパステル調の花束をやって、それで面白いのはね、見てる方から、ワールドカップチャンピオンなのになんで普通のやりますかって言うんですけど、私が今まで重ねてきたフラワーデザインを多くの方々に、実は私今年で70です。ですから70になる前に皆さんにいろいろなレッスンの、レッスンというよりも花の楽しさを伝えたい、デザインも伝えたいということで今年から始めました。ですからそういうので、週に2回ぐらいずつの、1回から2回のあれで、YouTube を出してますけど、そういう中で皆さん見ていただければ、で、ゆくゆくは花の選び方とか、いろんなことをやりたいと思います。それでそういうのが慣れてきたら、私がワールドカップに出た時のいろんなデザイン、まあいろいろ好き嫌いがありますけど、花をこう崩したりいろいろするのもありますが、なるだけナチュラルな花をいかに美しく表現できるかというデザインもやっていきたいと思います。今日はリクエストに応えてパステル系の花束を作りたいと思います。今日の花材をちょっと説明していただきたいと思います。パステル系ですので、こういうようなスプレーデルフィニウム、ね、スプレーデルフィニウムをこういうふうにして、まずプリパレーション準備をしたいと思います。こういう細いやつは全部取っちゃいます。こういうふうにしてね、全部このような形でこう、こういう横のついてるやつは全部外してください。その方が綺麗ですね。で、大体このぐらいの長さで、今日の大きさの花束はこのぐらいの大きさですので、バンディングポイントがここになります。ここにね、ですからこのぐらいのバンディングポイントから下は全部こうにして外してください。もったいないけど、これは外していただくといいです。ですからこれなんかはミニブーケとかそういうの使えばいいですね。これもそうです。まあこれは頭が同じですので、こうにしていただいて、ここでバンディングポイントをこうやってもいいですね。ね、こうやって取っていきます。それから、これトルコキキョウですね。トルコキキョウも、こういうように2つ並んで、ここが2つ並んでます。こことここが並んでます。これが1本出てる。そうするとやはり綺麗ではないですので、ミニブーケはこの並んでない方を取ってしまいます。これはね、中に使っていただけばいいと思うんですけど、こうにしてください。これはちょっと見てください。同じ高さですね。これはそのままにしておきます。それで葉っぱはね、見てください。バンディングポイントがだいたいこのぐらいですので、先ほどのバンディングポイントを見せましたね。こういうぐらいにしたい。同じぐらいのバンディングポイントになりますから、そこの下の葉は全部取っちゃいます。それから、これが白い、カーネーション、ごめんなさい、グリーンカーネーションですね。グリーンベルと言います。これも全部こういうにして、葉っぱを取ってください。こういうにして。ね、こういうにして、葉っぱを取ります。それから、こちらもトルコキキョウの白がありました。これもこういうにして、全部こう取っちゃいます。こういう大きな枝は、これはこれはポイントで同じですので、これは残しておいていただいて、ね。で、こういうのはこういうにして取っておきます。それからバラ。これがブルゴーニュという白バラですね。綺麗な、匂いもいいですね。これを、葉っぱも全部これ取っちゃいます。こういうにして。こういうにして葉っぱも取っちゃいます。なぜかというと、葉っぱが、先ほどの長さがこのぐらいですね。これに葉っぱが邪魔になりますので、取っちゃいます。それからこれ、ね、ストックのマリアンアイアン。これを、これもやはり、こうやって、今葉っぱありましたけど、こういうにして、こうやって、だいたいこのぐらいになりますから、これを取ってしまいます。それから、これカラー、札幌ですね。今、綺麗な白いね、カラーが出てますけど、これも用意します。それから、ゼラニウム。ちょっと見ていただくと、バンディングポイントがここになりますね。ですから、バンディングポイントより下は全部取ってください。こういうふうにして。ね。こういう形で取っちゃいます。それがゼラニウムです。もしかしてたら、ゼラニウムの葉っぱなんかもこういうふうにして、一輪挿しにこうやってやっとくと綺麗ですね。もしかしたら、あれですが、こういうのもね、取っていただくといいと思います。さあ、これがプリパレーション、準備です。それから、あと、レッドエイジ。ね。青ドラセナのレッドエイジ。この葉っぱの弱いやつはちょっとなかなか難しいですけど、こう取っていただいて、これは 2L を使ってます。
ドラセナは 2L を使ってます。それをこのような形でいつもやりますけど、ステープラーね、ホッチキスです。ホッチキスで必ずこういうふうにしてやったら毎回で、これ×印にします。そうすると取れません。これが、もう前もってやっといましたので、これです。これ1本ですね。それから麻紐を1本用意しますね。ちょっと長めにやっとくといいですね。じゃあ一緒に生けていきたいと思います。まず一番この中でポイントになる花がこのカラーです。カラーをこのような形で、まずはゼラニウムと一緒にこういうにして、ゼラニウムは、ありますけど2本ぐらいをこうまずこういうにして、それからブルゴーニュ、ブルゴーニュをこのような形でこうで、テクニックはスパイラルというテクニックを使ってます。こういうにしてね、スパイラル、こういうような形で見ていただくとこう入ります。それからあと淡い色ね、この紫のトルコキョウね、これもこのような形でこう入れておきます。こうして3本入れましょう。そしたらこのぐらいしたら今度ゼラニウムをまたこう2本ぐらいこう入れていただいてね、こうして、でこれも先ほど言いましたように高さは同じにしとくですね。これもそうです。これって入れます。これちょっとねバンディングポイントに下でありますので、これも取ります。それからこれもね、でテクニックは先ほど言ったようにスパイラルというテクニックをします。で今日はこのあれですね、マリンアイアン3本しかありませんので、これ3本もう初めから入れちゃいます。で慣れてない方、ちょっと大変な方はもう このぐらいになったら切っちゃってください。あまり長いと手が痛くなったりしますので、それからこうやって持ってるところがこういうような形で持ってます。あまり強く持たないでくださいね。慣れてくればいいですけど、最初のうちはまあ強く持ってもしょうがないかな。さあこんな感じでこう入ってきます。でテクニックはスパイラルというテクニックを利用して生けていきます。こういうにしてね、これプラチナブルーっていうんですね。さあこういうのはね、綺麗なデルフィです。それからこういうにしてやっていくね、こういうのか、こういう形。それからカラーがここに入ってます。こういうにしてカラーがこういうにして、でテクニックは同じようにスパイラルというテクニックを使ってますね。こういうにしてね、でカラーもこうじゃなくてこういうにして上を向けるといいですね。すべて花は表に向けるのが自然ですね。人によってはデザインによってどうしてもひっくり返したいという方もいらっしゃいますけど、ね、なるだけ 顔は上に向けるということが大切です。こうにして、こうにして、でだん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 これを形を丸くしていきます、ね、でこれね、綺麗な方を取ります。でこうにして取ります。でこうにしてだんだんこう入ってきます。こうにして、でこれがどうしてもね、鼻の高さを変えたりするとなかなか難しい。それからこれバッティングポイントより下に葉っぱがありますので、これ取ります。あ、折れちゃいましたね。さあこれでこうにしてやります。こうして、そうすると見てください、もうこのぐらいになってくるとだん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 こうにして丸くなってきますね。これは意識してください。丸くなるのを意識してください。そうするとこういうような形でこうだん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 下にこう入ってきます。さあどうでしょうか。こういう形ですね。これで形はこうまん丸く、まん丸くなってくるんですね。これを意識してください。さあこういう感じでできてまいりました。いかがでしょうか、ね、こういう感じで丸くいけて、丸くいけてこのあれもラウンドにいけていく。それからこの周りにこのレッドエイジ、今日ドラセナの、レッドエイジ、つまり普通は青ドラセナですけど、これは先このエッジその通りです。エッジが赤いですのでレッドエイジって言います。これをこうにして入れ込んでいきます。こうにして、これもスパイラルというテクニックを利用して全部こうにしてバンディングのところに入れます。こうやってやると見ていただくとバンディングポイントプラスここのメカニックが見えなくなりますね。で綺麗です。
ですからミニブーケとかそういうのは、まあ、ラッピングをすればいいのかもしれないんですが、こういうふうにしてグリーンを入れ込むことによってこう後ろが見えなくなりますね。さあ、それでこれで締めを縛ります。それでこのバンディングポイント、同じバンディングポイントにしてください。これをクックッとこうこうにして、さあ出来上がりました、ね、これ縛り方もまた説明しますけど、あの他の動画でやってますのでよかったら見てください。でこういうふうにしてね、それでこういうふうにして、本当はワールドカップの時なんかは、まあ、何回も言いますけど斜めにするといいんですけど、今回は別に斜めにする必要ないと思います、ね、あれはコンテストの中のあれです。もちろんこうやってやればいいです。でこうスタンディングトラスで、こういう丸い形いかがでしょうか、こういうのがコロニアル、それからコロニアルで、ラウンドブーケで、そしてパステル調でいけました。ですから見ていただくと分かりますように、こういうように持って立ってます、そういうような形でこうパステルの白を基調として、白の中に淡いピンクと、あ、ごめんなさい、淡い紫とかブルーを入れるということがいいと思いますね、こういうようなして花材を選んでいただきたいと思います、先ほど言いましたように、これもリクエストで今日作りました、ぜひ、私こんなの作ってほしいとか、こういうの、あ、そうだ、この前もね、もう前回も言いましたけど、ちょっと普通のアレンジメントっていう方もいらっしゃいますので、また違う動画で普通のアレンジメント、ドームとかそういうものもやっていきたいと思います。なんかリクエストとかそういうようなこと、質問等がありましたら、下のところに URL がありますので、そこにご質問いただければ嬉しいです。そちらをクリックしてください。そうしたら、私の方に飛んでいきますので、こんなの作ってこい欲しいとかね、ちょうどでもうしばらくなると、あ、ハロウィンになりますので、そういうのとデザインとか、まあハロウィンはもう過去にもやってますけど、それからあと、クリスマスとかそういうのがこれから季節行事がありますので、そういうのも作っていきたいと思いますので、リクエストいただいたら、詳しく教えたい、それ特に言われたことは一生懸命やってレクチャーしたいと思いますので、よろしくお願いします。ではよろしく。